こんにちは。連日連夜政党選攻略動画をアップしているライムです。はい、ということで今回も政党選やっていきたいなと思います。で、今回やるのが今までね、初級中級なも、上級も何もアップしてこなかったスカイドラゴン疾風の飛翔、こいつの攻略動画ということでやっていこうと思います。スカイドラゴンね、まあ結構正当性の中でも割と難易度高い方なんじゃないかなと思うんですよね。というのも結構厄介な、行動パターンがありまして、まあ1からね見ていくと、まず開幕からもう毒状態だね。敵全体3ターン 75% の確率で毒状態、プラス奥義の魔装痕のゲージ増加量、デバフだね、威力と増加量がマイナス 50% されてしまうという状態。それから敵全体のね、5ターン 20% ダウン、それからガード率5ターン 40% アップっていう行動もやってくるんで、これをね防ぎたい。このバフとデバフだね、これを食らっちゃうとダメージ全然通らなくなってしまうので、でこれ打ってくるのが2ターン目なんですよ。難易度に限らず2ターン目に打ってくるんで、ここをアリスで例によってね、僕の動画でおなじみのアリスを使って気絶させて防いでいくっていうパターンでいきたいと思います。なので2ターン目で気絶がかからなかった時点で撤退だね、リタイアしてまた再度挑み直す。まあ、スタミナ消費ないのでひたすらね気絶がかかるまで、うまくいくまで繰り返すっていうのは結構大事です。はい、でその他ね、まあ先ほどこの奥義の魔装痕デバフもあるんですけど、カゴの魔装痕デバフもあるんだよね、同じように。なんで、ターンとかね、よく敵のねあの行動パターンを見極めて、その合間にね、変換スキル等を駆使して、まあ、殴っていくっていう感じの立ち回りになってくる。他のボスだと大体なんか特殊的な行動ってあんまり、そのね、一つ二つくらいあっても二つとかだと思うんだけど、スカイドラゴンはまあとにかくなんか行動パターンが多いんだよね。なんでそういったところでちょっと戸惑いがちなところあると思うんですけど、でさらにね、もう一個ね、この自身の HP 上限の 15% 分を回復、さらに敵全体2ターン 100% の確率で気絶状態にするという効果がくっついてるんですけど、これもかなり厄介。攻略する上でこの気絶とかが苦戦してる方多いと思うんですけど、これもHP15% 回復については早く倒すしか手立てはないんだけど、気絶に関しては気絶耐性アップっていうスキルがあったりするので、配布のベニマルとかね、そういったキャラで気絶を回避していくっていうことも結構重要になってくるんで、この辺はねしっかり押さえておきたい。で、この HP 回復と気絶やってくるターンっていうのは7ターン目なんだよね。ちょうど敵が奥義やってくるターン。なんで、奥義と HP 回復と気絶が同時にやってくるって思えば OK。ちょうどね、ゲージ溜まるから、奥義ゲージが溜まった時に、あ、このターンで気絶もやってくるな、みたいな感じで、まあ、結構気づきやすいとは思うんで、はい、そこら辺でちょっと注意してみましょう。で、まあ、そんな感じでちょっとパーティー編成紹介したいと思います。上級はねこんな感じの編成でパーフェクトを捉えました。カゴについてはカリュブディスだね。カリュブディスで、こいつがギドーのね、魔装痕の、まあ、ゲージ増加量がアップしたりとか、それからスキルコスト上限バトル終了まで32アップとかね行くんで、これまあ運が良ければね、スキルコスト最大で200超えまで行ったら240ぐらいまで上げたことはあったんだけど、まあ、そこまでやる必要は全くないんだけどね。まあ結構ハマれば結構強力なねカゴスキルだったりしますし、まあ僕はまだレベル4なんですけど、はい。で唯一僕の手持ちの中で弱点取れる、星5キャラということでランガだね。まあ運よく1突までは行ってるんだけど、これ1突じゃなくてもね、ちゃんと火力出るんで、弱点分の火力は出してくれるので優秀。それから相性がいいかな。奥義の魔装痕デバフ食らっても奥義を技能に変換してくれるんで、そういったところでまあ場面に応じてねこれを使って手札を変えていくっていうことができます。まだレベル4ですね。はい、ただちょっと奥義が敵全体のダメージっていうことなんで威力若干低めなんですけど、まあここはしょうがないかなというところだね。あと先ほども言った通りベニマル配布のねベニマルです。これ皆さんね無課金の方でも誰でもレベルマックスまでできる超優秀なキャラですね。でベニマルは結構スキル1の出番はね重かったりするんだよね。防御ダウンと会心率アップ、
なんですけど、この2つ目のスキルがスカイドラゴンで結構ぶっ刺さるんだよね。味方全体の気絶回避率一旦 96% アップ、まあこれレベル8の段階なんですけど、レベル1であっても 90% アップまで最初からなってるんで、ほぼ回避できる。あるいはあのアクセサリーだね、星3のアクセサリー装備すれば気絶回避率 10% くっついてるんで、 90% 足す 10% で 100% だからね、完全耐性になるんで、ベニマルは確実に使っといいでしょう。無課金の方は多分必須だと思います。はい。で、あとディアブロだね。まあ普通の闇属性のアタッカーという立ち位置で入れてます。で、あとは変換キャラがいればいいんだけど、まあとりあえずミリム、絶対ミリムじゃないといけないってわけじゃないんだけど、これ変換できるからっていう理由で入れてるだけなので、こっちも奥義の魔装痕を過去に変換するっていうキャラクターなんで、同じようなね変換スキルを持っていればそれで十分かなとは思います。あんまりねミリム火力出ない、一発1000ぐらいのダメージしか出ないんで、あの手持ちのね強いキャラがいればそっち入れた方が多分いいと思います。で、あとはアリスだね。さっき言った通り、スキルレベルもマックスで 30%、 まあこれはもう皆さんの根気次第、リタマラの回数が少なくなるか多くなるかの違いなので、アリス自体別にあの火力が出なくてもね全然問題ないので、スキルだけ使う存在です。はい、とまあそんな感じでやってみましょう。強大な魔力の接近を感知しました。我らの邪魔はさせん。承知いたしました。我が主、参るぞ。あとは任せろ。お任せください。あとは任せろ。
決めるわ。覚悟は良いか。我に任せよ。仰せのままに。見せてやろう、我が雷、とくと味わえ、デスストーム。この勝利を我が主に。この私に勝てるわけないでしょ。